皆さんこんにちは。今日は生理学1の1回目の講義を行いたいと思います。本校の生理学は生理学1と生理学2に分かれています。生理学1の方では主に首から下ら辺の内臓の働きとか、あとは血液の循環とか、そういうこの辺りの仕組みについてお話しします。で、生理学2の方では脳とか脊髄、筋肉など主に運動に関わる器官についての説明をさせていただきたいと思います。で、生理学1の方ではいきなり生理学というよりも、まずは高校で習った生物のおさらいから始めたいと思います。というわけで1回目の講義は生物について、生物の共通点をお伝えしたいと思います。生物の共通点は、この4つなんですけれども、まず1つ目、生物はほにゃららでできている細胞でできている。生物の最小単位は細胞って呼ばれるちっちゃな、顕微鏡でしか見ることのできない小さな器官です。このちっちゃな細胞で、人も含め生物はできています。では2つ目、何々を用いて活動する。これはエネルギーですね。生物は必ずエネルギーを使って活動します。ということは裏を返すと、エネルギーがなくなっちゃうと生物は死んでしまうということですね。はい、次3つ目、何々を持ち増殖する。これは遺伝子の入っている、DNA ですね。人間の細胞の中には核というところがあって、その核の中には染色体というものが入っています。で、さらにその染色体の上には遺伝子の元となる DNA というのが入っています。この DNA を使って私たち人間を含め細胞というのは増殖していきます。で、4つ目の共通点は、外界の刺激に対して反応し体内の状態を一定に保つ。例えば私たち人間は寒いところに行っても暑いところに行っても基本的に体の中の温度とか体の中の状態とは一定ですよね。そういうのを、日本語で恒常性って言うんですけれども、恒常性、これカタカナで言うとホメオスタシスとも言います。私たち人間を含め生物の共通点はこの4点が挙げられるんですけれども、例えば、人は生物ですよね。じゃあ犬も確かにこれに当てはまる。じゃあ鳥も当てはまりますよね。じゃあひまわりとかチューリップのような植物はどうですかね。これ植物も同様に生物として扱われます。この4つ共通します。じゃあ例えば大腸菌とか乳酸菌とか、ああいう細菌類はどうですかね。あとはカビ、青カビとか赤カビとか、ああいうカビ類、ああいうのは全部菌類って言うんですけれども、菌類はどうですかね。菌類も細菌類も生物、この4つの共通点すべて持ってます。なので人も鳥も犬もひまわりやチューリップも菌類、カビ類もカビとか、あとは大腸菌もすべて生物に含まれます。じゃあウイルスはどうですかね。最近、ウイルスが世界的に蔓延しているという話がありますけれども、ウイルスは実はウイルスには
細胞というものがありません。というか細胞よりももっともっとちっちゃなものがウイルスです。でエネルギーを用いて活動しているわけでもないんですね。ただウイルスには DNA はあります。じゃあ外の世界の刺激に反応してと言われるとちょっと違う。しかもこの、3つ目 DNA を持ってるんですけれども、ウイルスはそれ単体では増殖できない。何かの細胞とかに寄生して増殖しますので、ちょっとウイルスが生物かどうかと言われると、微妙なラインかな、一応生物ではないのかなみたいな、ちょっと議論のあるところではありますが、ちょっと議論ね、また皆さんも考えていただいたらいいかなと思います。ということで今日はまずは生物の共通点についてお話ししました。ありがとうございました。